本当に多くのレジェンドたちが飛び出していきます。それも各チームの試行錯誤、勝つための試行錯誤の結晶と言えるでしょう。そんな中でも攻めた構成、ホライゾン、そしてバンガロール、シアの3体で挑んでいるグローゲーミングです。このプロリーグに参加するための予選ではしいたけという名前で参戦し、トップ通過を果たしている、そんなメンバーです。予選は1位通過、イブゾウ、チコちゃん、ロキの3人がいよいよウィーク34試合目にして初めてのチャンピオンまで届きました。まあ、予選の勢いも含めてね、非常に前評判も高かったチームです。そうですね、まあ、予選はもう圧倒的でしたね。戦闘強すぎて攻めっ気がね、ボコボコにしましたよ、みんな。はい、暴れに暴れたというところから、まあ、この2周もしっかりプロには食いついて20位という総合でスタートしています。まあ、1周目ね、非常にいい戦い見せまして、13ポイントのプレースメントポイントを稼ぎました。ただ先週はうまくいかずというところ、今週ようやく初チャンピオンにも届いて、またリージョンファイナル出場をものにできるかというところです。で、今回アンチは長キャン側ですかね。はい、さあ、長キャン誰も降りてない。そうですね。あ、来ましたね。虫キングがエピセンターっす。はい。まあ、エピセンターはまあまあ、僕は結構好きっすけどね。あ、そうで すはか。い。結構ね、長らくプロリーグではあんまり人気なくて、結構空いてるパターンがね、多かったですけど。まあ、物資は送料はないんですが、はい。まあ、クラフト巻くし、ビーコン巻くんで、まあ、そんな弱いとは思わないですけどなるほど。ね。はい。さあ、ご覧のグローゲーミングです。まあ、やつの後半からね、プレーオフが実際のオフライン大会で行われるようになりましたので、そんなところも直近の目標になります。まあ、いいですよね、しっかりプロリーグで活躍できれば世界大会もね、すぐに行けるという、そうですね。そんなシステムに変わってますので。まあ、世界大会行くと、まあ、あんまりその戦闘を起こせないんですよね。まあ、今までの傾向上、はい。やっぱアンチムーブとか多いっすね、本当に。それやっぱ相手も強いからってことですか？まあ、そうですね、まあまあ、環境もあると思いますけど、はい。まあ、でも海外も結構環境変わって、まあ、キルムーブになるのかどうかって感じですね、本当に。そうですちょっとね。わかんないですけども。もともとね、バンガロールが流行ってたらね、やっぱ欧米が多かったんで、そこにつながっていくような形になっています。まあ、でもやっぱ海外は打ち合い方がうまいっすね、本当に。フォーカス合わせ方とか攻め方とか。まあ、ニッカラとか韓国勢がそれがうまいんですけども、日本勢はどちらかというとなんかここで打ち落とすような感じが強い気がしなまするけほど。ど。まあ、やっぱりね、人数有利が圧倒的な有利なゲームなんで、フォーカスコールがね、そうですね。非常にものを言います。まあ、キルムーブね、してるチームはやっぱ海外行った時は難しそうなところもね、大変そうではありますよね。そうですね、もう敵も強いんでそうなんですね、よ倒せないでね。すよね、そうそう本当ね、に。ジェンバーデンとか TSM とかオプティクト打ち合わなければいけないので、ファイトで負ける可能性っていうのもね、当然上がってしまうので、世界大会でいうと最初のプレーオフで当時のチームユナイト、今のパルブレックスが世界3位、そしてフナティックがチャンピオンシップで世界4位という日本勢の活躍でした。向かう飛んできたんですが、全部奪っている。入るところがありません。ないっすね。さあ、ここで眺めて、バス先に入ると、これちょっは。と苦しいですよね、時間帯的にま基だ。本、拷問されますね。四方八方から的にされてしまいます。あと、エンターフォースよく長剣入るんですよね。そうなると、まあ、マットマギーのファあ、イそうヤですーね、ありましたね、で前も拷問さね。れますね、本当に。前回リアライズがね、結構 いじめられてやっましてたましたよね。ね、やられてましたね、ライオットドリルで。さあ、アジエルの素手滝がどこに入ろうかというところを探すんですが、バス行きますいきますね。か、まあ、家中仕掛アーけクるでか。足止めですね。足止めして、それで入る感じですね。さあ、ただエンターフォースの餌食になることが怖い。さあ、ここはエンターフォース。さあ、T6 名物、ライオットドリルが飛んでくるか。さあ、ただ、やばい。さあ、チャージライフルも。パイロンどうなんだ、そこは。壊されないのか。
いやー、UPが飛んでくる。さあ、グレも飛んでくるぞ。まあ、狙われやすいんですよね、やっぱね、この位置関係なんで、この青バスは。そうっすね。しかもクリプト、まあ、パイロンメーターやっぱ壊したくなっちゃうんで、直感的に。狙われますね、これ。そうですね、はい、再び引き直すのは川瀬の仕事です。あとエンターフォースがこっちに気づかないことを祈るだけですね。そうですね。あー来た、あー来ました、気づいてしまったライオットドリル。さあしかし当たらない。まあ、次からシアのアベニューと合わせてくるんで、はい、これ苦しいですよ。川瀬はせっせとドローンの操作をしている。まあ、シアのアベリティで敵の位置割り出して、まあ、ライオットドリルでダメージ与える感じですね、はい、これもう見てますよずっと。あ、今使うのか。あ、まあ、すぐ溜まるんで。あーやばい、来るぞ。来ました、ちょうど飛んでくるガラス越し。これはまずい。そしてドローは向井ですね。向井は危ないですね、体力。これはまずいですよ。回復はしません、アーマーは。さあ、オーツーとファン1、2、3、ワンツーですね。はい、さあ、ワンツー、スリーはこの2階にいます。おっと、マットマギ採用。おお、カロンプのマットマギ、これは楽しみな採用なんですが、ダウンはドリップからパッカー。レイジーラ君ブースト。さあ、オツーはすごい残ったアーサー。オーブリー最後の一人も仕掛け取り切りました。まあ、ちゃんとあっという間でした。はい、ちゃんと二人で打ってるんですよね、最後も。いや、素晴らしいフォーカス、本当統率取れてるファイトしますよ ね。特に室内戦ね、そのイメージ T1 時代から変わりません。もういつもカバーに入ってるんですね、必ず。はい、これそれが本当にすごすぎるんですよね。入るタイミングとかもすごくこう一緒ですよね、いつも ね後ろと前とドアと絶対味方が、まあ、味方と一緒に打てる位置にいるような感じですよね、はい、本当に。まあ、大体、まあ、なんかあこれ打ってるって感じでちょっとワンテンポ遅れて入ってくるんですが、まあ、やっぱオブリとかカロンプはマジでずっと絶対ですね、もう絶対一緒に打てるような感じですね。はい、アンチは左上、ソフナティック北側からです。これはまたビーコンの方によるのか、ビーコン入ってないですかね、すでに。難しいですね、ビーコン入ってないですね、はい、そうですね、もう外れてますね、はい、調査キャンプの北のビーコンアンチは前にあってまた復活してというそんな流れではあるんですが、今回はどちらかというと調査キャンプ側、経路トンネルの下半分が入ってる格好です。さあ、向かい体力が耐えてはいるんですが、当然もうマクセルはないでしょう。さあ、クリプトもライオットドリルが何度も飛んできます。当然のように。向こうに一人いるぞ。おっと、グレを投げるのか、そこまでするか、まあ、いやー、これはきつい。当たるか、当たる。テレビット当たってる。割れている。いや、しかし別の車線が、別チームでした。回復を消費しまった。さあ、いやー、ちょっと消耗戦が厳しい。これはきつい。結局バスの中何もなくなりました。さあ、パイロンを置いても EMP 打たれるし、見てください今の焦げた後。お、しかし隣にエヴァが来たぞ。お、ワンチャンエヴァにヘイトを向いてくれればこの2台のバス。まあ、エヴァの方が囲まれてる位置ではありますから。そうですね、あとフェンターホースが近いんですよね。はい、あー、ヘイトが変わった。あーっと、これはライオットドリル飛んでくる。こちらにはガスがあります。ファットソンもいません。さあ、向川木は助かったぞ。これは助かりましたね。ただパイロン置いたら狙われそうですよね。そうなんですよね。パイロンがあるととりあえずね、壊しておこうという先ほどの、はい、塩丸さんが選手の心境、これスーパーに当たるように打てそうですよね、間に打ったら。はい、いや、バス地獄っすね。そして端に固まると、このライアットドリルが飛んでくる。しかし当たらない位置を見つけた。刺さらってないぞ。お、アンチを見つけましたね。バス内のアンチ、バスアンチ、バスアンチを発見か、向川県。おお、いや、スモーク攻略しましたね。しかしスモークでちまちまダメージ与える作戦。いや、何をしてもアビリティでが飛んできます。さあ、ようやくまた支援セキュリティ引き直してというところ。さあ、ワンツースリーです。経路トンネルの中広がっているカロンペ。さあ、ここはフェンスティア、
すでに今、1人失っている。アンチ外へというところ。まあ、こうスピックなんですが、フラティックかな、おそらく。はい。さあ、まず後ろを切るようなノックスガストラップ。そうですね、まあ、とりあえずは大丈夫そうですね。はい。はい、来たらフラティックも打てますんで。さあ、そのフラティック、メルトステラ。マスターさん、少し離れた裏がありました。そうですね、広く取ってますね。はい。まあ、広く取ってんで、前結構移動は絶やすそうですよ。うん、北側の線路沿いです。お、ただビーコン回収してるんで、これまあ隙があれば起こせそうですか。はい、はい、左側のねビーコンがあるんで、そうですね、フナティックが見てない間に行ければ。あのエリアを調べた方がいい。さあ、ただメルトセラが一生見ている、睨みを聞かせている。二人なのに気づいているか。おっと、右に寄った。こうなるとオルトロスとしてはありがたいか。そうですね、自分たち側に寄ってきます。ちょっと前に出れば結構でかそうな岩がありますけど、はい、さあ、いよいよ調査キャンプも半分が外れてというところになります。オルトロス現在6位、30ポイント。はい、チャンス。そうですね、ここまでうまくいってない。今日は1試合目チャンピオンスタート、挽回を図ろうという3周目の動きです。ただ構成がちょっと、まあ、守り気味なので、はい、外で構成すると負けるかもしれないですね。おー、チャライ。おっと、このドロップシップは起こせたか。誰だ、アンロックか。マップ見る感じだと、はい、見てじゃないですね、向こう側ですね。さあ、ネイキッドか。はい、ピンキーが起きましたね。いや、しかしバレている。いや、しかしアンロック、これは先に仕掛けるか、オルトロスに。いや、後ろが気になってしょうがない。オルトロスもしっかり見ているようです。ただエピセンの上もいるんで、フェンネルが。そうですね、フェンネルは結構後出しで動けそうですね。はい、しかもまだ入ってるんで、フェンネル、そのちょっと先進んで。そうですね、はい、ギリギリエピセンターも入っています。まあ、どっかがアクションを起こした後に攻めるそうですね、いろいろ。お、2人失っていたのか。そうですね、3人にしっかり戻すことはできました。いや、しかしこれはちょっとこの先が地獄か。まあ、アンチにはとりあえず入れるか。そうですね、はい、ギリギリですけどね。ギリですね、武器もないか。はい、ウィングマン一丁、医療機器は魂のウィングマンです。ただライカが起こして、このゲームは3人で挑むことが非常に重要。さあ、GHS が全滅しまった。ムカワキンが、おお、あの体力でやってしまったか。よく取りました。向井、そしてイーサー36が仕留めている。さあ、フラティック戦ってますよ。はい、アンロック落としている。北側ですね、アンロックが中に入ってきたところでした。さあ、ネキット、とりあえずウルトレフェンネルに仕掛ける。デコイ代わりですね。しかしこれはもう降りてきた。フェンネル早い、いい判断、攻める判断でした。さあ、レジェット体力危ないが、さすがに体力差がありすぎるか。しっかりとハボック当ててネキット全滅。しかし上からオルトロスの射撃が待っている、はい、さあ、もうちょっと厳しいぞ。危ないぞ、ちょっと近かった、危ない、ギリギリ危ない。耐えました、エピセンター。ギリでした。フェンネル、フェンネルも今日ちょっとうまくいかないとリージョンファイナルも危ぶまれてきます。順位によって割り振られるプレイスメントポイントは一気には大量ポイントを稼ぐことができません。大きな差がついてしまうと逆転が後々難しくなります。今日が終わるとあと2周残すのみです。さあ、オルトロス入っている。まあ、広めに見たいですね、とりあえず。はい、ここ守りきれたらでかそうですよ。
逆におっとロスファンク、おっとグローゲーミングとまた3、はい、さあさあ横から来たんか、チコちゃんは投げない、ここで投げない、しっかりとウルト投げている、引き込むようなウルトなんですが、上がった瞬間のフォーカスが痛かったか、イブゾー、そしてロキが落ちている、早いんですよ、ね、上から飛び込んでくるんですが着地もさせてもらえない、倒すの早すぎる、先ほどはプロ初チャンピオンもあった3人だったんですが、今度はプロの厳しさ、T1 ファンマッツ3が教えていきました。ドリップ、オーブリー、そしてカロンプ、キルタイムがめちゃめちゃ早いですね、多分ちょっと顔出しただけでも多分2人から撃たれちゃうんで、はい、なるほどすぐ死んじゃいますね、フォーカスコールの正確さが生きているようです。ムシ、はい、キング全滅です。 E36 と当たりました。おー、ムカーキ残ってます、バスナカいいですね、耐えに耐えて回復もありますよ、気がついたら紫アーマーになっています、すごい周辺セキュリティ、アンチも入っている、引いたのはカワセ入ってますね、アンチ入ってますよ、あ、これさ突入してきたんですね、箱があるってことは、そうですね、それをかわしたんですね、そうですね、GGS 突入してきたんですね、はい、すごい周辺セキュリティの重なり方です。さあ、しかし狙われる、ライアットドリル、ただこれは当たっていない、アンチを見つけている、バスアンチを見つけている、アーマーの高いもあるんで、ついにバス攻略、戦闘もなんとかなる、はい、EMP だけがめんどくさい、さあしかしこれはやれるか、いいダメージ入ったぞ、出るのか、レッカーボール、お、裏側のドーム破壊したか、え、なんだですね、なんか今シャンシャンありましたか、さあブッドトップ乗って、やばい、ライオットドリルが、アーニーが落ちてしまった、ライオットドリルで、いやこれは苦しいぞ、さあとりあえずウルト入ってくるのだけはかわしたいが、上にはワンツースリー、しかし向かいにムカワキン、ムカワキン打たれてしまう、ドリップが入ってくるか、ドリップがダウンする、残ったカロンプ、これムカワキン魚吹きますよ、ピースキーパー、さあ当たらない、あと一発がノックダウンに邪魔されているが、ここは RE45、 それでもまだ取り切ることができない、さあ飛び込んできたな、ムカーキン、美味しくいただきました、美味しすぎる、韓国勢トップの2チーム、それを美味しくいただいて、ペルミットで蓋をして、しかしこれはツーパー来ているぞ、いやーこれはかわせないか、エヴァとリグが来ている、リグが1人ダウンしている、しかもお互いイジーミズリは下がってる、みんなダウンしている助かりました、ムカーキン、しかもムカーキン助かった同時に来て助かりましたね、これそうですね、はい、結局素手滝川瀬向井は立った状況、残り8部隊22人、むしろこの玉たちが欠けたような動きでした、そうですね、はい、エヴァとリグが苦しくなったか、入るタイミング揃ってなかったか、ちょっと離れてました、引くタイミングが揃っていなかったか、サフェンネルはエピセンター側からこのクレーンの根元まで、あ、フェンネルもいたんですね、おそらくその車線ですかね、外から背中を打たれました、バスでの攻防戦でした、いやしかしセルがなくなってしまった、そうですね、バッテあと1本、さあムカワキン飛んでいく、ムカワキンよくあのバス中でヘイトを買ってた時代からおっと突っ込んでいく、しかしアンチに入ってしまった、素晴らしい、カワセのこの RE45 のカー、残っている1、2、3の置き土産、おっと素晴らしいムーブだ、ありつき足元に入りました、この建物、さあ中は綿子、外側にリグ、さあ綿子はローバの採用もあります、リグとフェンネル先に当たっていきます、さあリグ全滅、さあフェンネルも全員アーマー割れている、そこに捕まる、おっと向井選手ダウンしてた、しかし車線は切れている、さあ向井を起こしている、再び懸命に川瀬が周辺セキュリティ張り直す、下には絶対入らせない、ただレジェッタが降りて覗いてくる、体力わずかだったんですが、さあポジション、これはオフラデックやってしまったか、マットスが使われ、いやしかしオルトロス、まだ大丈夫ですかね、はい、まあ、ポジション的に圧倒的に来たんで、はい、さあ時間を稼いでいきます、オルトロス、おっとまた捕まってしまう、やばい、今度は綿菓子のカービン、まあ、でもここ攻めるパーティー多分いないんで他のパーティー、まあそうですね、はい、近づいてこないですよね、もうダウンしても無敵ですね、はい、これまあ向かい側ね別は見てるんで、そうですね、フナティック上から打つだけですね、これもはい、まあ最終ちょっと外れてしまうんで、その時にどうなるかですね、本当に
飛び込むタイミングずらすことができるか。さあ向川君は結局あの青バス、地獄の青バスから耐えてこの下残り5部隊まで残っています。一人掛けはフェンネル。向川君全然ありますよこれありますよね。はい、まあ、ワタコがどこで出てくるかですね。そうですね、ギリギリ今中にいるのか、はい、まあ、扉が外れるタイミングで出てくるか。レジェット動いた、またトライです。強く動いていく、はい、ここは行く、これは行く。いや顔を出した瞬間フェンセルは全滅、残ったレジェットがやられる。ムカワキンだ、返してるぞ。ムカワキンが強いぞ。カワセの RE45 が火を吹いている。向井のマスティックもしっかりダウンを取って、いやしかしこれはもう蘇生が難しいか。いや、いけるか。オルトロスに覗かれると嫌なんですが、起こせるか。いやこれでちょっと蘇生の機会を失ってしまった。そうですね、ちょっと嫌な時間になりました、はい、さあさあ張り付いて張り付いてフナティック守ってもらう。さあただオルトロスが、そうなんですよね、射線が通ってしまう。そうですね、さあしかもこの嫌なグレネード逃げ場がない。上のフナティックも牽制するが、フナティックとしては美味しい展開。もしこのタイミングで降りるだけですね。しかもウルトも入ってテノリン落ちての3対2。ここも勝ちっすね。今日はうまくいっていなかったフナティック。しかし世界4位は伊達ではありません。これでまたもや2週連続のチャンピオンとなるイヤー34回目のチャンピオンとなりました。完璧な位置取りでした。ユカイフ、メルトセラ、マツダス、しっかりと決めるところ、決め切ったゲーム5になりました。